アドラープラネタリウム天文学博物館はアメリカ合衆国入りのイシューシカゴにある西半球最初のかつ現存する最古のプラネタリウム。1930年初代館長フィリップ・フォックスの助力の下、特殊化マックス・アドラーにより設立建設されたミシガン湖に面するミュージアムキャンパス内のノーサリー・アイランドに所在しフィールド自然史博物館及び シェット水族館と近接する。1987年、アメリカ合衆国国定歴史建造物及びアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。アドラープラネタリウムにはフルサイズのシアターが3つある。ヘンリー・ムウーア作、マンエンターズ・ザ・コスモス建物外部の銅像の中に以下の作品がある。2008年の第2回大統領選討論会にて、 共和党候補ジョン・マケインは民主党候補バラク・オバマがアドラープラネタリウムへの新党機購入資金300万ドルの予算割り当てを支持している点につき批判した。現行のザイスマーク6型投影機は40年使用されており製造元のカールザイス社のサポートも終了していた。アドラープラネタリウムは6地域の下院議員やイリノイ州の領上院議員共和 民主両党に連邦補助金獲得の支援を要請したが、予算割り当ては結局認可されなかった。ありがとうございます。